人2万円。うわ、うん、そうなんですね。楽天野球株式会社の領収くれんねん、はい、あれなんかの間違いかな思って招待ではないんですね。うん、そうやね、はい、ほんであれちょっと間違いやな、はい、ホテルの人が金山さん、はい、あの選手とか控え室行ってください、はい、いや俺選手違うから、はい、であれなんかの間違いかな思ったんやけど、うん、横でパッと言ったらあの平田コーチが、はい、あの払ってたやん、はい、同じように、はい、俺だいぶ尽くしたのにとか言いながら運転手やりながらな、ね、ほんと懐かしいな、あの、ね、優勝の時の、はい、あの運転手が平田さんだから明治の、そうなんですか、運転しながら、あ、運転席の椅子を蹴られることもあったと。後ろそれはもうねカリカリした後ろからドーン。で僕はね自分のフリーエージェントで近鉄から中日行って、はい、その時の担当の方とかもう懐かしい顔ぶれが名古屋からいっぱい来てて、その時以来いわゆる星の一家というね、はい、俺の FA 担当の人も運転手やってて、はい、金山千吉さん言って、ええ、大体星野さんのもう元気な時のあのグループというと、はい、もうなんていうの、もう組織の連中みたいにまあ一大組織のように感じるぐらい結束力がすごいですよね。結束力がすごいんや、はい、ええ、でだんだんねパーティーすごかったやん、はい、で、あの、壇上でみんな鏡割りと、王会長のスピーチで、で、だんだんね、はい、そのね、懐かしい顔ぶれで、俺も最初1時間前に行って、はい、パーティー会場入ったの俺がもうトップグループやったんちゃうかな。おう、で、もういろんな球界の関西の関係者が来てるんで、はい、挨拶したり、で、ファンの人とか、名古屋の懐かしい人とか、写メ撮ったりしてて、うん、はい、で、ウーロン茶しか飲まんかったよ、俺も。あ、そうなんですね。うん。お酒もあったんやけど、はい、まあ、ウーロン茶飲んで、はい、ちょっとあの、パーティーのスタートまでは、っていうと、あの、屋敷高人さんの、はい、やっぱ好きやねんで入ってきたわけ。へぇー。もうバシャバシャー、もう芸能人みたいなな。はい、うん。ほんだらもう、だんだんね、俺もうしんどくなってきて、東京から来て。お酒も飲んでいないのに。お酒も飲んでないのに、京都のね、はいはい。お昼、京都の行きつけのお好み焼き食べて、ホテルチェックインして、はい、スーツ着替えたら太ってるから、またワイシャツがピチピチやねん。もうお腹弾けそうやねん。座られへんから座って言うけど、ずっと立ってたやん、はい、ほんで、控え室監督にまず挨拶行って、はいはい、で、もうだいぶお金来てくれたんか、言って、その顔がね、ものすごいね、はい、ああ、年いったなぁ思って、そうですか。体気ぃつけてないよとか言いながら、はいはい、もういっぺんになんかね、70かな ?71 やな、はい、田淵さんと一緒やからな、うん、はい、うん。で、握手したらね、優しいおじいちゃんの手になってたわ、うん。昔なんかもうあの手でね、小手バシーンやから、怖かったんやけどね、はい、握手した時の圧力が。はあ、やっぱあるんですね。あるあるある。はあ、うん、で、握手、大体握手した時に、あ、はい、この男には負けるな、みたいな。へぇー。そら圧力感じるやん。そうですか。うん。ものすごい優しい、なんかおじいちゃんになってたな。うん。で、だんだんね、75%、年俸ダウンさせられたん、名古屋行ってな。そうですね、はい。もう2年間で。はい。それどんどん思い出してきて、だんだん腹立ってきて。ほんで、もう、スタートしたら、何百人がザーッともう、はい、お土産もらって、さーっと帰るんや。引くんや。はい。うん。その流れに沿って俺も一緒に引いてた。ほんなタクシー乗りもバー行列やって、はい。そうですよね。ほんな後ろお金言って、もう誰かな思ったら、あの、水谷実夫さん。はいはい。年行かれてた、おい、年行くの早いぞ、言いながら、うん。もう、なんかびっくりしたわ。まあ阪神の、ね。阪神のバッティングコーチやってされてましたからね。うん、うん。その時もヨレヨレやったけどな。まあ、あの、手すりを必ず持ちながら、階段を登っていくっていう。そうそう、みんなそうなっていくんやな。はい、うん、お前も早いぞ、言われて。うわ、なんかね。いや、僕はもう、ぽっくり行きますわ。ほんで、どうぞ、先行ってください、はい、言って。はい、よくよく、よ僕らのあの、近鉄のヘッドコーチもやられたから。そうですね。うん。はい、あの人がヘッドコーチになって、チーム解体したから。まあ、あの、いろんな名フレーズであったりとかね。そうそう、はい、いろんなね、こう、選手に対する劇が飛んだという。怖かったんよ、はい。まだまだひよこぞ、言って、ずっと広島弁やったんやけどな。そうですよ。あの、阪神のバッティングをされてる時もそうでした。広島弁やろ、はい、うん、そうやね、はい。カープのコーチもやられてて、はい、うん、うん。で、あの、近鉄のヘッドコーチもやられてて、はい、で、もう厳しくて、阪急の4番の開幕戦で忘れもせんわ、頭当たって、はい、そのまま引退したよ、耳から血出て。だからもう、春先とかね、あの、僕もね、デッドボールの後とか痛むんよ。あ、そうなんですね。梅雨時になると、はい。もう梅雨時なんかもう、挨拶しても、挨拶、
すんなみたいなこと言われたもん。もううるさいって。もう返せないからしないでくれ。耳が痛いんやろな。はい、3件は。そのまま4番で、うん、そのまま引退したからね。はあ、懐かしいのよ。だいたいキャンプ2月行った時にそういう懐かしさになんねんけど、はい、今回はもう関西いっぱい来た。ねじゃあまあ普段ね、なかなか会えない人に、この時期に会えたわけですよね。そうそう。吹石和江ちゃんのお父さんも。はい。吹石さん知ってる？はい、もちろん。今や、吹石和江ちゃんのお父さん違うぜ。福山雅治の義理の、義理のお父さんやね。そうですね。うん。ねすごいやろ。すごいことですよね。一回俺ね、だから昔ね。はい。吹石和江ちゃんね、福山雅治よりさっき俺が抱いた、言ったんや。ほんならちょっとネットニュースになったんやけどね。ダメです。それどこで言ったんですか？誤報はダメです。いや、誤報じゃん。え、小さい時に抱っこさせてもらったやん。めちゃくちゃ可愛かったやん。抱っこと抱いたはちょっと捉え方が変わってきますね。抱っこって言うへん？はい。俺、アロン君もしょっちゅう抱くで。はい。日本語は一緒です、ね。来い言うて胸に取り込んできて、はい。受け取る側がどう受け取るかそうそうそう。ね、はい。そうやで。はい。俺の方が早いで。はい。抱いたのは。だいぶ早いですね、しかも。うん。ファン感謝でとかね。まあでもそれは。まあ可愛かった。はい。びっくりするぐらい可愛かった。はい。もう、吹石さんが言ったもん。あのね、おしめ代いらへんって。コマーシャル出てたから。あ、そうおしめと送ってくるから。うん。ほんで、金、もうその時から稼いどるから。ほんで、高校の時に、あれ、ヤングマガジン、はい、ミスヤングマガジンになって、ねはい、で、大阪の福島の事務所やったので、はい、で、東京通い出してな。はい、もう、あそこまで行ったもんな。高校生の時は結構、大阪の高校の文化祭とか行ってたみたいですよ。うん、あそうやな。岸和江さんだって事務所が、関西やったもん。うん、福島にあったもん。そうですね。ほんで、おばあちゃんがいつも付き添いでな、うん、奈良から通ってたもん。はい。ほんで、偶然やけど、その奈良の吹石和江ちゃんの幼稚園行ってた幼稚園の理事長と俺仲いいね。可愛がってもらって。いろんなつながり、ありますね。可愛がってもらってて。ほんで、和江ちゃんの弟が、はい、弟が、あれや、弟かお兄ちゃんか。どっちやったろ。甲子園でキャッチャーで。ほんで、はい、太一の後輩で。智弁学園。智弁学園で、はい、甲子園で行ってキャッチャーで。こっち1メーター80、90近いんちゃうかな。キャッチャーで。うん、そうやで。ほんで、この間ね、ちょっと、たまたま俺も奈良の柏の幼稚園行って、はい、おって、話してたら、もう弟もびっくりしてたもん。もう、お姉ちゃんのマンション遊びに行ったら、もう普通に福山雅治が、雅治がおると。そうですよ、ね。普通、僕未だに信用できへん。ほんで、ざわめいてたもん。はい、正月とか、はい、福山雅治が、ね、柏に帰ってくるのちゃう、来るのちゃうかな、言って。ですよね。おうはあ。普通に、だから遊びに行ったら普通におるの。え、だから市川さんもこれからそういう可能性あるわけですから。おう誰ぐらいかな。どれやろうな、今でもね、うん、年下の男とかもね、結構多いやんか。はい、そうですね。結構年下の男性が、年上の女性を。じゃこの番組で募集しようよ、はい、もうね。いいんですかこんな番組をお借りして。うん、いいやんか、うん、な。はい。ファックスでな、自分ファックスで。メールじゃなくてファックスなんですね。そうそうそう。ファックスじゃわ、メールやメール。ファックスだからさ。まあメールでね。メールでね。はい。メールで生年月日とな。はい。まあ履歴書とかみんな入れて。はい、まず書類審査の金村さんに行ってもらいました。書類で審査はしたらダメです。年収はどれぐらいからいきますか、はい、普通に生活できれば。今ね、プロ野球の契約公開でね。はい、ねドーンと上がる人もいりゃ、今やもうドカーンと下がる人もね。多いですね。1億円以上下がるやつもゴロゴロいるもんな。25% はもはやもうね、意味がない。そうなってます、ね。昔だから 25% 以上下がるいうのがね、はい、川藤さんがそれを了承して、はいはい、現役をやらせろ言って、ドーンと落ちて、はいはい、その次ぐらいちゃうか俺が。なるほど。50%。俺はもうだから高く売ってたもん。うん、はい。選手会長もやってたから、近所時代に、はい。25でしっかりこう止められるだろうと。で、もう、星野さんの、担当の人から電話あって、はい、監督はもういらん言うてると。もう大阪に帰れとか言うから。はい、いや、それなら、千さんの手で首にしてくれ、言ったら、うん、半分でええのか、言うから。はい、いやー知らんな、25% で、のにな、下がんのは、思ったら。ほんなら、もう、入団発表しか俺、球団事務所行ったことなかったんやから。はいはい、どこで契約公開したもう、今池のピカイチいう中華料理屋に来てくれ。
それもなんかもう、そのな、はい、担当の方が、球団の、はい、その人もおたんやん、はい、また、この間パーティーで。ムカムカしてきてな。その当時思い出すわけですよ、ね。彼ら悪い悪いって、はい、3、40分遅刻してきてな。はい、その間俺、大瓶ビール2本に餃子2人前に、手間1個食べて。結構進みましたね。もうだから来た時にはちょっとふわっと来とるからな。はい、ごめん、言って。契約書、もう 50% で。ほんまに 50% やん、思って。ほんで 50% サインして、はい、もうその後、ね、雑談みたいな、もう酔っ払ってるし。うわ。ほんで次の年、ね、まあ、元気取り戻したんやけど、出番がなく、はい、次の年は、名古屋球場最終年だった、はい。最終年ですね、はい。ジャイアンツと優勝争いの、ね、はい、もう覚悟を決めて、俺はもう引退や思って、ね、もう最終戦はね、もう引っ越して子供ら幼稚園入れてたしね、幼稚園の運動会やって。はい、ほんで、どっちみち試合出えへんやろ、思って運動会行ってたよ。あら、最後、長嶋さんの大ファンやったから、はい、もうこれでクビやろう思って俺、はい、インスタントカメラいっぱい持って行ってね、はい。もう練習からずっとミスターを盗撮してたんや。マジで。ほんならね、試合前にね、はいはい、コールズというね、3割30本90打点の1番バッター、はいはい、あの人がね、爪剥がれたんや、練習で。はい、おう。ほんならもう急にね、はい、コーチらは、種田行くとかなんか言ってたんやけど、はいはい、星野さんが、急にやで、はい、俺、よくよく考えたら1ヶ月半ぐらい試合出てへんねんで。はい、おで、朝から幼稚園の運動会行っとんねん。はい、ほんで練習もお前、はい、そこそこに、最終戦やから、はい、長嶋さんいっぱい写真撮ってやで。プロ野球人生の思い出に。思い出に。ほんだ急に、島のヘッドが、はい、ガーロッカー降りてきて、はい、監督が、親指立てて、これが、はい、金行くぞ、言って。どこ行くんかな思ったら、先発やって。すごいですね。だからね、もう異様な雰囲気やったけどね、はい、その前の年がすごい 10.8 で視聴率最高の、はい、その明る年行ってるから、俺な。はい、うん、ほんだら、もうそのね、緊張する暇もないね。うん、もう、覚悟決めてたから、もう引退や思って、はい、あ、クビや思って、うん、で、子供に電話して、はい、今日、最終戦、お父さんの、野球先発やから、はい、子供らみんな見さしといてくれって、はい、目に焼き付けといてくれって言うて、嫁に電話して、試合開始やった。はぁ、い、あんなやっぱりね、練習ばっかりしてたからね、はい、体切れとったな。はい、誰からやったかな、宮本やったかな、はい、左ピッチャーですか、ね、宮本から同点タイムリー打って、はい、これ。で、二打席目、木田が中継ぎ出てきて、はい、木田からフォアボール選んで、二、はい、塁ランナー行って、最後川口さんが出てくるはずのゲームやから、はいはい、よし、川口の時には行ってやる、思ってたら、はいはい、セカンドランナー行ったら帰ってこう、言われて、大丈夫、ピンチランナー。あれ終わってもた、思って。で、その後、何の緊張もなかったよ。はい、その後、ずっとまた、はい、インスタントから、ま、ミスタミスタント、時玉星野さんの横が映って、燃えてるからこう気づかへんしやな。ほんではそこでやっぱり当然のように負けてしもてね、はい、長嶋さんの胴上げを見て、なるほど、名古屋球場最終、はい、また感動する星野さんのスピーチ、はい、かーすごかったね、あの方は、うん、もうすごいね、もう政治家になっても俺ね、はい、総理までいけるんちゃうかなという言葉の力がある、はい、やっぱこう、スピーチで人を引きつけるわけですよね。そう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 。で、まあまあ、行動もね、厳しく、激しく、そして温かく、みたいなところが、はい、ものすごいメリハリがあって、うん、必ず監督になったら2年か3年で優勝さすやろ、チームを。はい、1回目のドラゴンズ、はい、あの時、星野さんは39で監督したからね。うん、で、2回目の監督の時は俺が NHK が行く時に僕も、はい、先行って、で、3回目の時に阪神か。阪神ですね。で、楽天。阪神の時は覚えてるわ、はい。もうその時は僕ね、解説者になってたからね、はい、もうあれだけ、そのね、年俸も下がって、ね、辞めた時、仕事もない時、いつ電話してくれんねやろとか待ってても、なかったけど、はい、困ったらいつでも電話してこいって。はい、電話番号教えてくれよ。かけられない。かけられへんやんかって。誰に聞くんって。それでもね、はい、
つやったね、俺の、あの、仕事は、全部、あの、東京でもね、インタビューとかね、何でも引き受けてくれて、またいつでも電話しごい、って。はい、うん、まだ、いつなったほしい。まだ分からないです。うん、まだ分からない。多分これは分からないですね。分からないまま、俺も死んでいくやろな。ほんで一回、あの、軽井沢でね、夏ね、俺、奥さん連れて、ゴルフの、なんか、試合で俺行ってたんや、太平洋のね。ほんで、大渋滞するから、東京帰んの。で、軽井沢で、うん。で、女房と、もう、あの、渋滞嫌やから、もうゆっくりしようって風呂入って、なんか、あの、星のリゾートみたいなところがあんねん。おしゃれな。ほんで、暗闇のところのね、そこで飯食って、で、お酒飲めないし、ノンアルコールで、もう、夏やで、時間潰してたら、うわ、前から恐ろしいような黒、高級中華から出てきた団体さんがいて、スリッパで。これやっぱりどこどこの大親分かな思ったら星野さんやって。うわ、うがねえ言ったら娘さんとかな、娘さんの旦那とか。で、こう話して、ゴルフのあれで、優雅やの言われて。ほんで、女房に、どっちが優雅じゃんとか言いながら。別荘あるんですか言ったら、売ったのか言って。すごい。すごいよ。いいですね。まあ、納得したね。あれだけやっぱりみんながね。はい。普通聞こえへんよ。うん。千人も。そうですよね。うん。東京千百、関西も千何百。はい。普通聞こえへんよ。ね。すごいことですね。すごい。千人超えるって。すごい。もうだって、星野さんの会話って、三沢さんが初の衆議院議員になったからね、名古屋で。はい。参議院議員は江本さんもおるし、衆議院議員初めてやからね。星野さんの、だから、あの人は、若い選手でもみんな、そのね、厳しく接したけども、付き合ってるやつは相談に来たら就職世話したったりね。自分が。やっぱりこう、面倒見が良かったりとか。そうそう。いろいろあるわけですね。ね、阪神の時も、うちの女房にでも、誕生日、奥さんに、コチョウランが届く。いろいろとね、贈り物をされる。いつもありがとう。星野誠一。もう女房なんかもう完璧に参ったするわな。あんた星野さんのためにもっとバットを振りなさいとか。それが一番こうね、旦那さんを動かす力になるんですよね。そうそう。今岡でもな、人が変わったように打ちまくったもんな。甲子園の時な。はい。鳥谷はもうね、まあ5年契約ですからね。5年契約やからね。はい。の3年目が終わったということですね。すごいな。本人はですね、まあ日本一という言葉もありましたが、レギュラーという感覚はもうないですと。はい。悪ければ試合に出られない立場だと思っているので、まあまあ調子が悪ければ出られないっていうのもね、もちろん、あるので、レギュラーという感覚ではないですねと。で、まあ、何歳までできるかはわからないけれども、まあ確実にこの野球人生の終わりに近づいていると、はい、いう年齢なので、まあもちろん優勝したい気持ちは強いけれども、まあとにかく、まあ勝利につながる、自分のプレーをしていきたいと。なるほどな。はい。でもゴールデン、ダイヤモンド。ゴールデングラブ。ゴールデングラブ。はい。また取ったわけやしな。そうなんです。ショートで4回、サードで初めて。すごいね。ねえ、去年のことを考えると、はい。そうですよ。ちょっともう、すごいとしか言いようないな。もう去年のあの姿見たら、もうこのまま右肩下がりで行くんやろうな、思ってたからな。ええ。まあ本当になんか野球人生かけるって言いながら、今年スタートしましたからね。それにしても、ビッグマネーやな。いや、ビッグマネーです。多く。まあ、実際、すごいね。はい。5年契約ではありますが。下がれへんちゅうことやからね。はい。で、中谷選手も今日、契約公開を行いました。中谷。はい。推定年俸1200万円から2600万円アップの、推定およそ3800万円でサインと。3倍。3倍。はい。でも、なあ、元が低いからな。そうなんですよね。で、本人は1年間1軍でいられましたと、で、守備でも打撃でも評価してもらったんですけれども、まあ、守備面の評価が非常に嬉しかったということでした。まあ、守備はね、それは評価してあげなきゃいけないよな、はい、外野で。外野どれだけダイビングキャッチした、ね、で、ファーストでも、まあ、エラーもあったけども、はいね、エラーしたら必ず打ってたしな。はい、もう、片岡コーチがもう、必ず言ってましたもう、中谷の球際の強さが一番の、もう、試合に使う理由だと。なるほどね。はい。打てる打てないじゃなくて。でも、はい、でも、そのね、そういう時、嬉しいやろな、今までの明細がな。
ね、コロッと変わるんやから。いやだから終始やっぱりね、こらえきれない笑顔が溢れてきましたよ、うん、笑顔。そりゃそうでしょう、はい、で予想以上の本人もアップ率で、過去最高の契約更改でしたと、うん、でやっとこのプロ野球選手らしい契約更改ができた、うんうんうん、まあ入団してからね、やっぱりこうどうですか金村さん、まあ、ね、1000万円そこからこうね、大きくドンと飛び抜けるまでは、そうやろな、なかなかこう時間は、でももう時代時代がね、我々の時とまた全然違うからね、はい、僕らの時ね、若い時はあの最低年俸より一軍の最低年俸行ってなかったからまだね、はい、ピンチランナーでもとにかく出たら3万円入んね、野手は、はい、ピッチャーは6万円って、はい、だから今までのね、はい、あの明細の一番下の手取り額が20万とかそういう時代に、はい、その一月だけ一軍に上げてもらって、はい、ピンチランナーとか、はい、ピンチ守備で行ったりすると、はいはい、もう出たくてしょうがない、はい、出してくれ、もうその差額が入ってくるから、はい、出してくれ、びっくりしたもん、次の、はい、次のあの明細見たら倍ぐらいになってるから、はい、もうだから基本的に振り込まれるものを超えるぐらいの、うん、倍ぐらいになってるから、金額あるわけですね。ついなんか嬉しくなって、はい、パッパラー使ったら次また元戻ったら、はい、なんやねんいう話やからな。はい、で、中谷選手はですね、まあ、ちょっとやっぱりこう村が大きかったということで、今シーズンその悪い時に、修正の仕方がわからない時もあったそうです。それはそうでしょう。はい。で、どうしていいかわからない。初めてのシーズンやからね、はい、実質。そうですよね、うん。で、来年はこの村をなくしていきたいし、うん、秋のキャンプであの、片岡コーチ指導のもと、右打ちをしているということで、うんうん、まあ、2割4分台の打率でしたけれども、うん、まあ、これだけ打ちたいじゃなくて、3割を目指すぐらいの気持ちで、率も残していきたい。いや、だから、もう、まあね、はい、今年の残った数字が、まあ、はい、ベースになっていくから、はい、でもね、来年、相手のあるところやから、相手は、もう必ず、はい、研究してくるからね、はい、うん、今年は無心でやれたところ多かったと思うんやけど、うん、そうですね。うん、だから、実質来年が2年目のジンクスみたいな、はい、北条もそういうことを言えると思うんよ。はい、まあ、高山もそうでした、ね。高山も、はい、無心でやるのと、はい、で、あれはちょっと、大体感覚はわかんのよ。うん、僕もそういう時あったからね、はい、なんでこんなはずじゃこんなはずじゃ思ってると、うん、去年は打てたのに、はい、今年はなんでやろうなんでやろういうので、ずるずるっとそのね、スランプって心技体ってあるじゃん、はい、心技体、はい、うん、で故障しながらちょっと痛いとこ我慢しながら体から崩れていくスランプと、はいはい、心が、はい、こんなはずじゃこんなはずじゃ焦りがばっかり出てる、はい、その心と、はい、で、新技術、はい。技術がやっぱりまだ伴ってないから、はい、技術が今度崩れていくスランプっていうのがあるね、うん、はい。それをやっぱり見分けたのがいいコーチは思うんやけどね。今これが。一軍は。これがちょっと修正しなきゃいけない。一軍のコーチは、それが一番大事じゃん、はい、ね。教えるわけじゃないんですよね。うん。だから、はい、僕はね、もう、バッターに転向して、はい、一軍、二軍、野手、ピッチャーから野手に転向したでしょ。はい、で、守備もせないかん、走塁も素人、全部素人の中、怒られてばっかりいて、うん、自分でももうパンクし、もう仕掛けやったもん。はい。やっぱそういう時にね、二軍のコーチとはまた違うね。二軍のコーチで、佐々木恭介さんというバッティングコーチ帰ってきて、はい、もう、マッツーマンでやってくれたおかげもあるんやけども、はい、やっぱり中西太さんという方が来られて、はい、もう随分目から鱗落ちるようなコーチングをしていただいたんや。はい、うん。だからもうそのね、焦りがどんどん出るとね、はい、もう試合で気持ちもね、はい、気持ちのところからほぐしてくれたりね、うん、そんなもん4打席たった1回打てば十分やとかね、大きい声で言ってくれんねん。もうバッティングコーチがもう嬉しいで、はい、ほんで今日はその分守備で頑張るんや言って、もう言ってくれたらもう、その代わり、監督の岡本勇さん言う人はね、うさいとか言いながら揉めるんやけどね、はい、バッティングコーチと監督は。選手側に立ってね、守ってくれるわけですよね。そうやね、守ってくれるからね。だからみんな若手育っていった。はい、当時の。もうあの方が、やっぱり天性のバッティングコーチやったからね。はい、今でも阪神心配で取りたいなんか。ね、キャンプのね、東京遠征行ってもすぐ来るやろ。はい。はい、神宮の室内練習場とかね。そう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 、はい。で、特に右バッターの人やったから、うん、右バッターは非常にわかりやすい、うん。で、左とまた右はまたポイントも違うからね。はい。で、だから一軍の本当来年なんかいうのは、今年、やっぱり高山があんだけね、スランプ落ちって。うん。だから、
あの、北条も実質2年目、はい、今年。そうですね。うん、悩んだって思うで。はい、うん。寝られへん日が多かったって思うで。まあ、ほんと悔しい思いをしたでしょうね。去年できてただけに。そうそう。あれはもう間違いなく俺も経験あるね。はい、こんなはずじゃなかった。なんで去年ビデオばっかり見ても、そんな分かれへんねん。で、自分でグリップをだいぶ変えたつもりでも、はいはい、テレビ見たら、1ミリか2ミリぐらいしか動いてなかったり、そんな感覚やね。やっぱりそうなんですね。バッターっていうのは。うん、で、打ちたかったら自分から近づいていってしまう。はい。だ距離が取れずに。うん、去年は、パチーンって打てたところを、はい、今年は、今年っていうか2年目は、そのまま前に出て突っ込んだ分、はい、ボンダになってアウトになる。うん、去年は無心でバーンと振り切ったからファールになって、もう一回チャンスがあって、次のファール、はい、ファールで、次ヒット出たら、その打席でも、次の年は1球目にボチャボチャってゴロ打ってしまうと。はい、うん、焦りが出る、うん。どん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 焦るというね、悪循環に入っていくんや。みんなこれを経験しながらな。うん、俺もええコーチになろう思うけどな。どっかないやろか。いやまあ、本当に今のプロ野球は、それこそね、うん、どの球団の社長さんであり、オーナーであり、うん、まあいろんな方々が、どの放送を聞いて、どの野球館にね、うん、そうそうそう。はい。ああ、いいなと思うかは分かりませんからね。うん、そうやね。阪神の酒井オーナーは、もう毎年のように飛行機一緒になったりね、はい、もうよう一緒に話して神戸まで帰ってきたりね。わしの行くバーのな、人が全部あんたが言うてんの教えてくれるんや。気さくなおっちゃんやで、ほんまに。なるほど。金村さんが普段こんなこと話してるっていうの。そうそうそう。前はあの、はい、カンテレでやってた時、はい、8年やってたからね。はい、すごいで、ね、プロ野球とか、はいはい、それをね、はい、いちいちオーナーの耳に入れてくれる人が、行きつけの散髪屋がまたあんたのファンやで、はい、言って。散髪行ったらずっとこんな、はい、こんな金さんがこんなん言うてましたわ、はい、とかね。すごいですね。一番大変なのはあのね、あの側近の、はい、あの秘書の人が一番大変やもんな。はい、オーナー、何でかしてる？オーナーめっちゃ野球好きやん。はい、阪神のオーナーが、まあ、一番好きやもんは俺、はい、2軍行って1軍、はしごするんやで。朝から晩まで。朝から。で、休みの日も、運転してたよ。そうか、そうですね。おで、お前、あの、誰や、あの、秘書課の。はい。秘書が僕より一個下の人がね、はい、いつも会うたらすぐパッと来て、オーナー、サロンでもおったら、はい、オーナー呼んでますから、あいつと行ってもらえって。ほんならチケット自分横やのにチケット買いましょう。オーナーの横座ってくださいとか言うんや。だ俺のね、高校時分からのずっと同級生が今、はい、タイガースの総務におんの。へぇー。うん。中学から6年間同級生。はい。それがね、大学出て、阪神電鉄入社したら、はい、球団に来て、今、総務におんねん、ずっと。それとまた仲いいね、そのな、はい、オーナーの秘書が。はい、うん。なんかいろんな情報入ってくんねん。すごい情報網ですね。俺やろ？はい。でも、そいつのおかげで俺クラスでね、6年間ずっとベスト3に入ってた、成績は。はぁ。そいつ必ずベスト1か2の成績を収める。はいはい、まあ、切磋琢磨しながら勉強したわけですね。うん。もうしまいにはね、はい、もう名前のとこ空欄にしとけ、言うて。いやいや、そんなことではございません。はい、で、スッとすり替えてそこ俺が書く。はい、ほんだら先生が、うん、先生がね、お前もうちょっとうまくやれと。字が違う。同じ字や。お前ら二人、同じ字やんと。そらそうや。そらそうですよ。佐藤が書いてんねん、僕。言っちゃうんですか？名前だけ、うん。そういう赤抜けた先生もいてくれたんや。はい、怖い先生もいたんやね。市内で手のひら殴られたりな。どんだけ痛い市内のあの、竹で、パチーンって、耳ズバレできるんやで。あの、ふくらはぎとか、ふくらはぎちゃうわ。太ももの裏とか。はい、耳つばれできるのやね、ダメなことはダメっていう時代でしたもんね。そうそうそう。はい。でも野球部には寛大やってね。うん。そういう時代ですよ。はい。ね。さあ、タイガースの契約更改もちろんなんですけれども、うん、大谷選手もね、いよいよもう絞って絞って。外れた、俺、ね、ダイヤモンドバックスで。金村さんの情報網からすると、ダイヤモンドバックス、ね。言ってたのに。そんまに。外れてしまったと。間違いないです言ってたやつがいるんやけど、はい、そいつちょっとあかんな、そいつ。評価下がりますね。あそいつちょっともうね、ええ、うん。しかしね、こんな最優秀選手まで同席して、うん、もう、メジャーリーグの球団が来てくれなわけでしょ。すごいや、見た？すごい選手ですよね。空港のあの車、はいはいはい、大谷のね、ゼロ、はい、え？ナンバーあれ、大谷の背番号の、
車用意してんねんで、向かいの車が。すごい。すごい。すごい時代になったよな。まあ、いろいろなね、その日米での協定で、うん、お金の面に関してはね、うんうん、昔ほど大きなお金が動くような、最初はそうじゃないですか。松坂大輔ぐらいが一番ピークやったのかな。はい、ですよね。伊賀は。はい。はい、まあ、そこからだんだんこう、ダルビッシュぐらいからだんだんこう、下がってきてしまったかなと。うん、ちょっと下がってきて。はい。ただ、よくよく考えたら、やっぱり野茂英雄というね、はい、もうあれがね、はい、初めて海を渡ったわけですよね。海を渡って、まあ、その前には村上さんという南海の人がいたけど、はいね、実質やっぱり野茂がね、野茂、うん、はメジャー行きたくて行った人間じゃないからね。行け、どこも行くとこは、はい、なくなって、はい、それならメジャーに挑戦するって言ったんだから。うんうん、それがここまで ね、切り開いて、もう、うん、太平洋を尻なし側にした男や。行ったり来たりできるように。ね。今、一郎なんか行ったり来たりやもんな。はい、そうですよね。うん。はい。この間も飛行機で見て、はい、見かけて、一郎。うん、自主トレはなんか日本でやって。うん、そうそう、ね。で、東京大阪行ったり来たりしてる、はい、お台場でなんかね、トヨタの社長とトークショーやったみたいで。うん、だってもう飛行機乗って、はい、一部上場の社長っていうのは、あれ、あれがつくんやで、アテントが、女性の。そうなんですか。うん。で、出口も違うんやで。日本の一部上場の社長っていうのは、はあ、うん、出口も違うし。やっぱりなんか上場するしないと大きいんですね。大きいね、大きいね。ほんで、飛行機からなんか新名のああいうのがガシャーンとこう来て、はい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 、おりますよね。おるやん、はい。で、そこに待ってて、はい、社長クラスはそのアテントの女性に鎌渡して、はい、お疲れ様ですってこう行くわけ。はい。ほんで、一般の俺らはこう、はい、行くやんか。はい。もう飛行機、その、接続してるところに非常口みたいなんで、はい、そこの階段。一郎なんかそっから降りるからな。で、窓からパッと見たらもう下、はい、ハイヤー来てるからな。あ、なるほど。かっこええ、思って、はい。はい。滑走路近くにもう止まってるわけですね。そう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 。すごい。どこ行くんやで、一回ね、何年か前に会った時にもうどこ行くんや、言って。ほんでずっとそこ喋りながら向こうまで行くんかな、思ったら、はいはい、じゃあ、言ってそこからシュッと下降りて、ほんで、成田まで行って、そのまま、シアトル戻りますとかね。そういうことですか。うん。で、自主トレはずっと神戸でやってるし。そうですね。はい。で、もう神戸の人はね、僕も知り合い多くて、一郎が歩いてても驚かないもん。うん。もういつもの光景なわけですね。もういつもルーティンのね、はい、美味しい予約取れない短編で。はい。そうですね。塩タンばっかり食べて。カウンターの一番左とかね、席が決まってるんですよね。決まってんねん。はい。ほんで、メジャー行っても、はい、毎朝夫人のカレー。はい。ルーティン一緒やんか、うん。俺もカレー好きやけど、はい、毎朝はきついで。そうですね、はい。タッパーに入れてな、うん、それをすごいやろ。だから、で、あんまりその好き嫌いも多い言うから、うん、はい、少年野球の変色で、はい、少年野球の子に言われへんやんか、何でも食べ、言って。ね。うん。一郎選手、そうじゃないですもんって言われたらね、うん、言い返し松井和夫だって、はい、もう、ピーマン絶対食えへんもん。もう無理やり口の中入れて。かわいいね、ピーマン。無理やり口の中入れて、もう、ペーやめていいじゃないですか、もう大人になって。ね、もう別に。何を隠そう、俺はもう人参全部外すし。そうなんですよ、ね。カメラさん好き嫌いないような。いやいや、めっちゃあんねん。人参はもう。大好きなカレーでもダメですか？ダメダメダメ。カレーで人参入れるんやったら溶かせ、はい、ああ、なるほど。もうね、うん、もう練り込んでしまうというか。そうそうそう。はい、あれはね、はい、馬が食べるもんやと一歩とされてる。それは、勝手なイメージです。だからですよ、ファミリーアンドで、はい、象にやったり、あれ昔な。動物園で、あれを一回ね、はい、勝ちってもんだよな、はい、まあ。ファミリーアンドしょっちゅう行ってたから、はい、俺地元やから。はい、だからもう、吐きそうやったよ。まあちょっとね、人間が食べるときは火を通していろいろ調理しますからね。そうそうそう。生をな。はい。象があんまり美味しそうに食べるから。はい。あれから妖怪になってる。はい。まあ、大和選手、私、年が一緒でして、うん、タイガースに担当になってから、こう、一番最初に親しくなった選手なんですけれども、まあ、今回その FA 権を行使して DeNA に行ったということで、うん、まあ、本人にいろいろ、まあ、なんで DeNA にしたんだとか、うん、そういうことを聞いたんですよね。うんうん、はい、で、すると、やっぱり DeNA が一番自分の持ち味である守備を評価してくれたんだっていうことを言っていまして、まあ、30歳に今年なりましたので、うん、まあ、これから野球人として長くやっていけるかどうか、自分が野球人としてアピールできるのはもうそんなに長くないんじゃないかっていうことで、うん、勝負するならもう本当に、うん、もうこの年、もうこの1、2年だっていうことを本人は思っていたみたいなんですよね。うん、
で今シーズンは、まあ、糸原選手だったり、北条選手が、まあ、怪我があったり不振だったりで、はい、まあ、シーズンの終盤はほとんどこうスタメンで出ていましたけれども、まあね、ね、はい、もしこう糸原選手が怪我をしなかったりって考えると、まあ、自分にはこうチャンスがなかったんじゃないか、そういうことも思ったそうなんですね。で DeNA はまあ選手層も大和選手よりまあちょっと下ぐらいか同じ年ぐらいの選手が多いですし、うん、まあ、そういったメンバーの中でこうもう一度自分がこう勝負できる、うん、そう思ってこう DeNA に行くことを決断したんだということは言っていたんですね、うん、で勝負することを自分で選んだんだから、うん、それでダメだったらもう悔いはないし、うん、本当に最後の最後までタイガースと悩んだそうなんですけれども、まあ、勝負したいということで DeNA を選んで FA したそうなんです、うんうん、金村さん今回のこの大和選手の FA っていうのはどうご覧になってましたか？いや、勇気あるなぁ思ったよ。僕はもう多分タイガースはやっぱりなんだかんだ言ってもいい球団だから、はい、超黒字の。だから残るやろなと思ってたもん、うん、だって今までこの制度ができてタイガースから外出た人間ってほとんどいないから ね、 そうですね、手を挙げて、うん、そうですね、普通 FA でね、はい、うん、権利取った人でも、はい、うん、よそ行くって考えられへんもんね。まあだからこう、うん、なんでしょう、言い方は良くないですけど、追い出されるような形の FA ではな、 FA ではなくて、そうそうそう、うん、自ら手を挙げて、うん、去っていくっていうのはほとんどなかったですね。だからそのジャイアンツもこの制度できて、はい、駒田さんぐらいかな、巨人、ね、を手挙げて、はい、あれもう横浜に行ったから、はい、横浜ってね、ものすごい、いい意味で、仲がいいというかね、うん、まあそれも悪い意味も込めてね、はい、うん、なんかこう負けてる時はみんな仲良し軍団で傷の舐め合いするような、はい、うん、その勝負というのからはちょっと遠いところにあるチームかなというね、うん、だから OB も含めて横浜ってものすごいなんかね、はい、アットホームなの、はい、うん、後援者も含めて、なるほど、はい、みんなね、うん、だからやりやすいとは思うよ。大和本人はもう何にもそのね、僕が中日行った時に味わったようなことは一切ないと思うけど。うん、75パターン。そうそう。いや、もう行った時は、はい、もうあれに気ぃつけ、これに気ぃつけとか、はい、担当がそのして、はい、あの名簿に丸つけてたから。はい、へぇ、半、半星野みたいな。なるほど。まあ、派閥ばっかりやから。勢力図はある程度把握してる。勢力図。うん、はい。というのは僕は星野さんに呼ばれて行ったんやけども、はい、1年、星野さんが戻ってくるのは遅なった。はい。ああ、そうでしたね。急にみんなが、頑張り出したんや。はい。十何連勝しよったんや。はい。星野さんが帰ってくる言って聞いた瞬間にそっから一致団結して勝ち出した、はい、で高井森光さんに川松三遊選手会長が監督辞めないでくださいって頼みに行った。まあ珍しいですね。まあ珍しいこともね、うん、ほんなら高木さんもじゃあもう一年やろうか言って、はい、ただでもその一年目ね、もうやったいいけど6月に甲子園で退場になってそのまま辞めて、はい、うん、辞める言ってたんやから。まあそうですね。だから1年に監督4回変わった、はい、はあ、うん、1年で4回、そうそう、高木さんが6月辞めて、はい、でヘッドコーチの徳武大行いうのが、はい、オールスターまで監督代行して、はい、でオールスター休み、オールスター明けから2軍監督やった島野さんが、はい、星野さんのもう一番、うん、一番の理解者である島野さんがこう入ってきて、はい、シーズン終了と同時に星野さん帰ってきて、なるほど。で、第一戦みんな集めて、なんじゃこの手たらくわー言って、ドガーって雷落ちて、はい、うん、その時山本昌ね、車6台持ってたんやけど、はい、もう一切5台閉まってまった、ね、もうないものとして。もう国産でしか来んようになって、はいはいはい、なんだこの会社はー言ったら、みんなそんな感じやった。それに比べると、まあ、ラミレス監督も。いやいや、もうそれは全然、山本なんてもう伸び伸びとできるよ。はい、で、その本人も、まあなあし、セリフ同士で分かってるから、若い選手多いし。はい、どうぞ。ただ僕は思うのはね、倉本という選手が ね、かわいそうで、ね、やっとこれね、1年やっただけちゃうで、はい、彼はもうね、そうですね、うん、今年前半スランプやったいうだけの話で、はい、後半持ち返してきて、すごいやん、去年レギュラー掴んで、今年も結局はね、日本シリーズまで出て、はい、どっちかというと、セカンドっていうのはどうなんですかね。柴田選手が最後の方はずっと出てましたけど。まあそうですけど、まあ倉本柴田だったら、でも守備やったら大和はもう、そら、負けへんよ。うん、ただ大和もね、言っても、1年出たことないの、今まで。まあ、未だかつて。はい、
いまだかつて128試合ですかね、2012年に128試合が多分最高です、ね、あ最高で、はい、でその年の打率は2割5分7厘で、うん、2014年にゴールデングラブ取った時は121試合で2割6分4厘ですね、うん、いやでもさイメージ的にひ弱ないイメージ持ってたけどいけるな。まあだからそのフルで試合に出ている試合数なのか、守備固めとかの試合多いので試合数なのかによりますけど、そんなが多いと思うんですけど、まあだからフルに出てる時っていうのは連戦続くともう明らかにあのバット振れなくなっていってたから、これがバッティング打てたらすごいのにな思って30で左に挑戦して、もうセンスの塊やから、そこそこ形になってたから。そうですよね。今年僕ね、秋に、用事なかったんやけど、大和がいるし、荒井亮太もいるし、で、影尾さんにも挨拶行っとこう思って、俺一人で行ったんやから、仕事も何もないのに。免停で車もないのにな、乗られへんのに、汽車乗って。電車がね。電車。あんな汽車やろ電車じゃない、ね、高知駅から、朝コーヒー飲んでな、ずっと。ゆっくり1時間ぐらいかけて、ね。ゆっくりかけて。で、ニューエーク、もうあそこは、秋の球場上がったら、で、かけるさん挨拶したら、山本がちょうど売ってて、金見てみな、って。もう、遜色ないよ、って。あとは生きたボールをどう打てるかだな、言いながら、で、ファームの連中みんな、もう可能やらね、ベテラン今なりはみんなおるしやな。そうですね。おだからもう二軍コーチがまた元気もいるやんか。星野選手さんの甥っ子が、あれがまたわー言うてるし。筒井コーチ。伊藤隼太がまたな、外野ノック受けながらポロポロしてて。ほんで、それを見て、ずっと見て、あ、これは、もう、信じられへんわ、思ってスイッチやって、これもう全然、な、案の定シーズン中打ったしな、はい。初打席が左でしたからね、初安打が。そうでしたね。初安打がね。うん、はい。なんか十分僕は活躍すると思うけど、倉本がかわいそうで、あれね、日本新薬で吹石さんが教えた子やね。はい、うん、で、ものすごい横浜高校出てね。うん、はい、そうです、ね。まあでも守備範囲ははるかに大和やから。まあ、だからこう DNA のチームとして、うん、やっぱりこう二遊間どっち守るかわかりませんけれども。違う、今年だからね、ものすごいスランプやってん、前半。その時に代わりがいないから、倉本出し続けなしょうがないけど、そこにもしね、高田さん思ったんちゃう大和がいたら、もうすぐ変えて、大和行ったら、何試合勝ててたかと。そういう卓上の計算になるけど、もう優勝できてたんちゃうかな思うようなんで、大和を取りに行ったって思うでしょ。で、比較的、その、高額な、ね、お金じゃないし。まあ、ランクはね、タイガースの選手の中ではね。そうそうそう。それほど高くないですからね。それは大物じゃないから、大和には、まあ、申し訳ないけど、大物のトレードというわけ、FA というわけじゃないしね。まあ、チームに、補強する上でのぴったりのポイントだったわけですよね。そうそう。それと、やっぱチームがね、さっきも言ったようにね、仲良し軍団やから、ピリッとやっぱ勝負、これね、目の色が変わるから、倉本でも。そうですよね。うん。そうすると、やっぱり、もう前言った石川なんかも出る幕がないんやから。ないですね。そうですね。あんだけな、横浜高校出て、横浜の OB 何おるか。そうですよね。石川なんかものすごいええ子やけどな、もう、いつも俺の顔見たら、打ち方忘れました。いつなったら、誰が一番が最上段に構えとんねんとか言いながら、おう、遠征来たらな、南で遊んでばっかりしとるし、ね、いろんな話は聞きますね。いろんな話はな、石川なんか、もったいない男前で、あんないい足早い選手でも、もう、ちんたらしてたら、もう、ポジションないんやから。ね、だから、横浜なんて来年間違いなく強いんやから。そうですよね。だから、阪神にとっては、痛いよ。この、大和が横浜、阪神に残ってて、適材適所の時にバッと活躍してくれる大和がいなく、横浜に行ってしまうっていうことは、ね、うん、横浜伸び盛りのチームだし、若いピッチャー多いし、要警戒やで。で、大和にとっては僕ね、FA 言うのはね、もう本当、片岡、来週来る片岡、今ヘッドコーチか。あれも日本ハムから来る時にももうみんな反対やって。の、賛成してる言ったらもう、ほとんどいなかった思うで。みんな残ってくれ、残ってくれって。でもやっぱりね、その権利で一回やっぱり外、踏み出してみて、
後悔、FA してみて、行ってみて後悔する、失敗しようが。で、行かないで、はい、後々後悔したら、もう行かない方が、まあまあそうですね。後悔大きいって思うよ。はい。だから僕は、中日行って、何の後悔もしてないもん。うん。年俸 75% ダウンさせられたけども、はい、うん。行ってみて、んで、そこで星野さんの元で、で、キレッキレな体になって、はい、で、トレードが舞い込んできて、西武ライオンズ行けて、はい、行くか、言ったら、どうする言ったら、一文二もなく行きます、はい、言って、はい、ほんで行ったら、はい、で、西武のその人に聞いたら、担当の編成に、練習見てたら、よう切れてるかね、ええバッティングしてる。ほんだら西武黄金期が過ぎて、はい、右バッターがいない。はい、で、金村はちょっと身体検査ちゃうわ。ちょっと調査しようと。はい、ほんだら年俸見たら、安っ言ったらしい。もう第一声、はい。びっくりしたらしいやん、はい、東尾監督も。すぐにでも欲しいと。はい、安っ言って、はい、お前こんな年俸か言われて、すぐトレードでシーズン中のトレードや。はい、ほんで、トレード入団発表で帽子かぶられたら、はい、もう車で行っただけやで。はい、すぐ試合で言われて、いやいや何も持ってきてへんのに、はい、腰も骨折したまんまやのに、一回帰って用意してきますわ、はい、言うて、はい、帰らずに六本木行って日本ハム当時のね、片岡が電話して、おい、みんな集合やって、パリーグ戻ってきたからかかってこいとか言って宣言して、はい帰って、はい、まあ踏み出すことで何か新しい人生は開けるそうです、ね、そうそうそう、ということですね、一歩踏み出さないとね、はいはい、ユニフォームも似合ってしまってね、本当の悲しい限りなんですけれども、そんな口約束でね、お前残ってくれって、はい、お前ちゃんと残ってくれたらコーチするやんけって、はい、その言った人がやめたらどうする、まあまあ、そうですね、口約束はね、分からないですからね、球団社長言ったところでコロコロ変わるんやで、はい、新たな大和選手を応援したいな、そうですね、はい、応援はどうするしましょう、ゴールデングラブ、ゴールデングラブはいまた取ったわけやしな、そうなんです、ショートで4回サードで初めて、すごいね、去年のことを考えると、はい、そうですよ、ちょっともうすごいとしか言いようないな、もう去年のあの姿見たらもうこのまま右肩下がりで行くんやろうな思ってたからね、はい、まあ本当になんか野球人生かけるって言いながら、今年スタートしましたからね、それにしてもビッグマネーやな。いや、ビッグマネーです。まあ、実際、すごいね。はい。5年契約ではありますが。下がれへんちゅうことやからね。はい。で、中谷選手も今日、契約公開を行いました。中谷。はい。推定年俸1200万円から2600万円アップの、推定およそ3800万円でサインと。3倍。3倍。はい。でも、なあ、元が低いからな。そうなんですよね。そうか。で、本人は1年間1軍でいられましたと、うん、で、守備でも打撃でも評価してもらったんですけれども、まあ、守備面の評価が非常に嬉しかったということでした。まあ、守備はね、はい、それは評価してあげなきゃいけないよな、はい、外野で。外野どれだけダイビングキャッチした、ね、で、ファーストでもまあエラーもあったけども、はいね、エラーしたら必ず打ってたしな。はい、もう、片岡コーチがもう、必ず言ってました。もう、中谷の球際の強さが一番の、うん、もう、試合に使う理由だと。なるほどね。はい、打てる、打てないじゃなくて。でも、はい、でも、そのね、そういう時、嬉しいやろな、今までの迷彩がな。うんね、コロッと変わるんやから。いや、だから終始やっぱりね、こらえきれない笑顔が溢れてきましたよ。うん、笑顔、そりゃそうでしょう。はい。で、予想以上の本人もアップ率で、過去最高の契約更改でしたと。で、やっとこのプロ野球選手らしい契約更改ができた。まあ、入団してからね、やっぱりこう、どうですか、カルマさん。まあ、ね、1000万円。そこからこうね、大きくドンと飛び抜けるまでは。そうやろな。なかなかこう、時間は。もう時代時代がね、我々の時とまた全然違うからね。はい。僕らの時ね、若い時は、最低年俸より、一軍の最低年俸行ってなかったから、まだね、はい。ピンチランナーでもとにかく出たら、3万円入んね、野手は。はい。ピッチャーは6万円と。はい。だから、今までのね、はい、明細の一番下の手取り額が、20万とか、そういう時代に、はい、その一月だけ一軍に上げてもらって、はい、ピンチランナーとか、はい、ピンチ守備で行ったりすると、はいはい、もう出たくてしょうがない、はい。出してくれ。その差額が入ってくるから。はい、出してくれ。びっくりしたもん、次の、はい、次のあの明細見たら倍ぐらいになってるから。はい、もうだから基本的に振り込まれるものを超えるぐらいの、うん。倍ぐらいになってるから。金額あるわけですね。ごっついなんか嬉しくなって、はい、パッパラー使ったら次また元戻ったら、なんやねんいう話やからな。はい、で、中谷選手はですね、まあ、ちょっとやっぱりこう村が大きかったということで、今シーズンその悪い時に、
修正の仕方がわからない時もあったそうです。そりゃそうでしょう。はい。で、どうしていいかわからない。なんせ初めてのシーズンやからな、はい、実質。そうですよね。で、来年はこの村をなくしていきたいし、秋のキャンプで片岡コーチ指導のもと、右打ちをしているということで、うんうん、まあ、2割4分台の打率でしたけれども、うん、まあ、これだけ打ちたいじゃなくて、3割を目指すぐらいの気持ちで、率も残していきたい。いや、だから、もう、まあね、はい、今年の残った数字が、まあ、はい、ベースになっていくから、はい、でもね、来年、相手のあるところやから、相手は、もう必ず、研究してくるからね、はい、うん、今年は無心でやれたところ多かったって思うんやけど、うん、そうですね。うん、だから、実質来年が2年目のジンクスみたいな、はい、北条もそういうことを言えると思うんよ。はい、まあ、高山もそうでした、ね。高山も、はい、無心でやるのと、はい、で、あれはちょっと、大体感覚はわかんのよ。うん、僕もそういう時あったからね、はい、なんでこんなはずじゃ、こんなはずじゃ、思ってると、去年は打てたのに、はい、今年はなんでやろう、なんでやろう、言うので、ずるずるっとそのね、スランプって心技体ってあるじゃん。はい、心技体、はい、うん。で、故障しながら、ちょっと痛いとこ我慢しながら、体から崩れていくスランプと、はいはい、心が、はい、こんなはずじゃ、こんなはずじゃ、焦りがばっかり出てる、その心と、はい、で、新技術、はい。技術がやっぱりまだ伴ってないから、はい、技術が今度崩れていくスランプっていうのがね、はい、それをやっぱり見分けたのがいいコーチは思うんやけどね。今これが。一軍は。これがちょっと修正しなきゃいけない。一軍のコーチは、それが一番大事じゃん、ね。教えるわけじゃないんですよね。うん。だから、はい、僕はね、もう、バッターに転向して、はい、一軍、二軍、野手、ピッチャーから野手に転向したでしょ。はい、で、守備もせないかん、走塁も素人、全部素人の中、怒られてばっかりいて、うん、自分でももうパンクし、もう仕掛けやったもん。はい。やっぱそういう時にね、二軍のコーチとはまた違うね。二軍のコーチで、佐々木京介さんというバッティングコーチ帰ってきて、はい、もう、マッツーマンでやってくれたおかげもあるんやけども、はい、やっぱり中西太さんという方が来られて、はい、もう随分目から鱗落ちるようなコーチングをしていただいたんや。はい、うん。だからもうそのね、焦りがどんどん出るとね、はい、もう試合で気持ちもね、はい、気持ちのところからほぐしてくれたりね、そんなもん4打席だったら1回打てば十分やとかね、大きい声で言ってくれんねん。へー、もうバッティングコーチがもう嬉しいで、はい、ほんで今日はその分守備で頑張るんや言って、もう言ってくれたらもう、その代わり、監督の岡本勇美さん言う人はね、はいはい、うざいとか言いながら、揉めるんやけどね。バッティングコーチと監督は。選手側に立ってね、守ってくれるわけですよね。そうやね、守ってくれるからね。だからみんな若手育っていった。はい、当時の。あの方が、やっぱり天性のバッティングコーチやったからね。はい、今でも阪神心配で取りたいなんか。ね、キャンプのね、東京遠征行ってもすぐ来るやろ。はい。はい、神宮の室内練習場とかね。そう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 、はい。で、特に右バッターの人やったから、うん、右バッターは非常にわかりやすい。一人2万円。うわっ。そうなんですね。楽天野球株式会社の領収書くれんねん。はい。あれ、なんかの間違いかな思って。招待ではないんですね。うん、そうやね。はい。ほんで、あれちょっと間違いやな、ってホテルの人が、金山さん、はい、選手とか、控え室行ってください。はい。いや、俺選手違うから。はい。で、あれなんかの間違いかな、思ったんやけど、横でパッと言ったら、平田コーチが、はい。払ってたやん。同じように。はい、俺、だいぶ尽くしたのに、とか言いながら。運転手やりながらな。ね。ほんと、懐かしいな、優勝の時の。はい。運転手が平瀬さんだから、明治の。そうなんですか。運転しながら、運転席の椅子を蹴られることもあったと。それはもうね、カリカリした後ろからドーン。で、僕はね、自分のフリーエージェントで近鉄から中日行って、はいはい、その時の担当の方とか、もう懐かしい顔ぶれが名古屋からいっぱい来てて。その時以来。いわゆる星の一家というね。はい。俺の FA 担当の人も運転手やってて、はい、金山千吉さん言って、大体星野さんのもう元気な時の、グループというと、はい、もう、なんていうの、もう組織の連中みたいに。まあ一大組織のように感じるぐらい結束力がすごいですよね。いやいや、本当やもん。結束力がすごいんや、はい。で、だんだんね、パーティーすごかったやん。はい。で、壇上でみんな鏡割りと、王会長のスピーチ。で、だんだんね、はい、そのね、懐かしい顔ぶれで、俺も最初1時間前に行って、はい、パーティー会場入ったん俺がもうトップグループやったんちゃうかな。
おうでもういろんな球界の関西の関係者が来てるんで、はい、挨拶したりでファンの人とか名古屋の懐かしい人とか写メ撮ったりしてて、うんはい、でウーロン茶しか飲まんかったよ俺も。あそうなんですね。 お酒もあったんやけど、はい、まあウーロン茶飲んで、はい、ちょっとあのパーティーのスタートまではっていうとあの屋敷鷹人さんの、はい、やっぱ好きやねんで入ってきたわけ。へもうバシャバシャもう芸能人みたいなな、はい、うんだからもうだんだんね俺もうしんどくなってきて東京から来て。お酒も飲んでいないのに。お酒も飲んでないのに、京都のね、はいはい。お昼、京都の行きつけのお好み焼き食べて、ホテルチェックインして、はい、スーツ着替えたら太ってるから、またワイシャツがピチピチやねん。もうお腹弾けそうやねん。座られへんから座って言うけど、ずっと立ってたやん、はい、ええ。ほんで、控え室監督にまず挨拶行って、はいはい、で、もうだいぶお金来てくれたんか、言って、その顔がね、ものすごいね、はい、ああ、年いったなぁ思って、そうですか。体気ぃつけてないよとか言いながら、はいはい、もういっぺんになんかね、70かな ?71 やな、はい、田淵さんと一緒やからな、うんはい。で、握手したらね、優しいおじいちゃんの手になってたわ。うん、昔なんかもうあの手でね、小手バシーンやから、怖かったんやけどね、はい、握手した時の圧力が。やっぱあるんですね。あるあるある。うん、で、握手、大体握手した時に、あ、はいこの男には負けるな、みたいな。へぇそれは圧力感じるやん。そうですか。うん。ものすごい優しい、なんか、おじいちゃんになってたな。うん。で、だんだんね、75%、年俸ダウンさせられたん、ね、名古屋行ってな。そうですね、はい。もう2年間で。はい。それ、どんどん思い出してきて、だんだん腹立ってきて。ほんで、もう、スタートしたら、何百人がザーッともう、はい、お土産もらって、さーっと帰るんや。引くんや。はい。うん。その流れに沿って、俺も一緒に引いていった。ほんなタクシー乗り場ばー行列やって、はいはい。そうですよね。ほんな後ろお金言って、もう誰かな思ったら、水谷実夫さん。はいはい。年いかれてた、おい、年行くの早いぞ、言いながら、うん。もう、なんかびっくりしたわ。まあ阪神、ね、阪神のバッティングコーチやってた。されてましたからね。うん、うん。その時もヨレヨレやったけどな。まあ、手すりを必ず持ちながら、階段を登っていくっていう。そうそう、みんなそうなっていくんやな。はい、お前も早いぞ、言われて。うわなんかね。いや、僕はもうぽっくり行きますわ。ほんで、どうぞ、先行ってください、はい、言って。はい、よくよく、よ僕らの近鉄のヘッドコーチもやられたから。そうですね。うん、はい。あの人がヘッドコーチになって、チーム解体したから。まあ、いろんな名フレーズであったりとかね。そうそう、はい、いろんなね、こう、選手に対する劇が飛んだという。怖かったよ、はい。まだまだひよこぞ、言って、ずっと広島弁やったんやけどな。そうですよ。阪神のバッティングをされてる時もそうでした。広島弁やろ、はい、うん、そうやね、はい。カープのコーチもやられてて、はい、うん。で、近鉄のヘッドコーチもやられてて、はい、で、もう厳しくて、うん、阪急の4番の開幕戦で忘れもせんわ、頭当たって、はい、そのまま引退したよ、耳から血出て。だからもう、春先とかね、僕もね、デッドボールの後とか痛むんよ。あ、そうなんですね。梅雨時になると、はい。もう梅雨時なんかもう、挨拶しても、挨拶、すんなみたいなこと言われたもん。もううるさいって。もう返せないからしないでくれ。耳が痛いんやろな。はい。三軒は。そのまま4番で、うん、そのまま引退したからね。もう懐かしいのよ。だいたいキャンプ2月行った時にそういう懐かしさになんねんけど。はい。今回はもう関西いっぱい来た。ね、じゃあまあ普段ね、なかなか会えない人に、そうそう、この時期に会えたわけですよね。吹石和江ちゃんのお父さんも。はい。吹石さん知ってる？はい、もちろん。今や、吹石和江ちゃんのお父さん違うぜ。福山雅治の義理のお父さんやね。そうですね。うん。ねすごいやろ。すごいことですよね。一回俺ね、だから昔ね、はい、吹石和江ちゃんね、福山雅治よりさっき俺が抱いた、言ったんや。ほんならちょっとネットニュースになったんやけどね。ダメです。それどこで言ったんですか？誤報はダメです。いや、誤報じゃん。小さい時に抱っこさせてもらったんや。めちゃくちゃ可愛かったんや。抱っこと抱いたはちょっと捉え方が変わってきますね。抱くって言えへん？はい。俺、アロン君もしょっちゅう抱くで。はい。日本語は一緒です、ね。怖い言って胸取り込んできて、はい。受け取る側がどう受け取るかっていうところですね。で、左とまた右はまたポイントも違うからね。はい。で、から一軍の本当来年なんか言うのは今年、やっぱり高山があんだけね、スランプ落ちいって。だから、
あの、北条も実質2年目今年。はい、そうですね。うん、悩んだって思うで、はい、うん。寝られへん日が多かったって思うで。まあ、ほんと悔しい思いをしたでしょうね。去年できてただけに。そうそう。あれはもう間違いなく俺も経験あるね。はい、こんなはずじゃなかった。なんで去年ビデオばっかり見ても、そんな分かれへんねん。で、自分でグリップをだいぶ変えたつもりでも、はいはい、テレビ見たら、1ミリか2ミリぐらいしか動いてなかったり、そんな感覚やね。やっぱりそうなんですね。バッターっていうのは。うん、で、打ちたかったら自分から近づいていってしまう。はい。だ距離が取れずに。うん、去年は、パチーンって打てたところを、はい、今年はあ、今年っていうか2年目は、そのまま前に出て突っ込んだ分、はい、ボンダになってアウトになる。うん、去年は無心でバンと振り切ったからファールになって、もう一回チャンスがあって、次のファール、ファールで、次ヒット出た、その打席でも、次の年は一球目にボチャボチャってゴロ打ってしまうと。はい、うん、焦りが出る、うん。どん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 焦るというね、悪循環に入っていくんや。みんなこれを経験しながらな。俺もええコーチなろう思うけどな。どっかないやろか。いやまあ、本当に今のプロ野球は、それこそね、うん、どの球団の社長さんであり、オーナーであり、うん、まあいろんな方々が、どの放送を聞いて、どの野球館にね、そうそうそう。はい、あ、いいなと思うかはわかりませんからね。うん、そうやね。阪神の酒井オーナーは、もう毎年のように飛行機一緒になったりね、はい、もうよう一緒に話して神戸まで帰ってきたりね。わしの行くバーのな、人が全部あんたが言うてんの教えてくれるんや。気さくなおっちゃんやで、ほんまにな。金村さんが普段こんなこと話してるっていうの。そうそうそう。前はあの、カンテレでやってた時、8年やってたからね。すごいで、プロ野球とか、それをね、いちいちオーナーの耳に入れてくれる人が、行きつけの散髪屋がまたあんたのファンやで、って。散髪行ったらずっとこんな金さんがこんなん言うてましたわ、とかね。すごいですね。一番大変なのはあのね、あの側近の、はい、あの秘書の人が一番大変やもんな。はい、オーナー、なでがしてる？オーナーめっちゃ野球好きやん。はい、阪神のオーナーが、まあ、一番好きや思うわ、俺。二、はい、軍行って一軍、はしごするんやで。朝から晩まで。朝から。で、休みの日も、運転してたよ。そうか、そうですね。おう。で、お前、あの、誰や、あの、秘書課の。はい。秘書課、僕より一個下の。はい。人がね、いつも会うたらすぐパッと来て、オーナー、あの、サロンでもおったら。はい。オーナー呼んでますから、あっちと行ってくださいって。はい、チケット自分横やのにチケット買いましょう。オーナーの横座ってくださいとか言うんや。だ俺のね、高校自分からのずっと同級生が今、はい、タイガースの総務におんの。へぇ、うん、中学から6年間同級生、はい。それがね、あの大学出て、阪神電鉄入社したら、はい、球団に来て、今総務におんねん、ずっと。それとまた仲いいね、そのな、はい、オーナーの秘書が。はいはい、うん、なんかいろんな情報入ってくんねん。すごい情報網ですね。俺やろ。はい。でもそいつのおかげで俺クラスでね、6年間ずーっとベスト3に入ってた。成績は。はぁ。そいつ必ずベスト1か2の成績を収める。はいはい、まあ、切磋琢磨しながら勉強したわけですね。うん。もうしまいにはね、もう名前のとこ空欄にしとけ、言うて。いやいや、そんなことではございません。はい、で、スッとすり替えてそこ俺が書く。ほんだら先生が、うん、先生がね、お前もうちょっとうまくやれと。字が違う。同じ字や。お前ら二人、同じ字やんと。そらそうやん。そらそうですよ。佐藤が書いてんねん、言っちゃうんですか？名前だけ、うん。そういう赤抜けた先生もいてくれたり、はい。怖い先生もいたんやね、ええ。市内で手のひら殴られたりな。どんだけ痛い市内のあの、一竹で、パチーンって、耳つばれできるんやで。あの、ふくらはぎとふくらはぎちゃうわ。太ももの裏とか。はい、耳つばれできるんやね。ダメなことはダメっていう時代でしたもんね。そうそうそう。はい。でも野球部には寛大やってね。うん。そういう時代ですよ。はい。ね。さあ、タイガースの健康会もちろんなんですけれども、うん、大谷選手もね、いよいよ、もう絞って絞って。外れた、俺、ね、ダイヤモンドバックスで。金村さんの情報網からすると、ダイヤモンドバックス。言ってたのに、ね。そんまに。外れてしまったと。間違いないです言ってたやつがいるんやけど、はい、そいつちょっとあかんな、そいつ。評価下がりますね。ちょっと、もうね、ええ、うん。しかしね、こんな最優秀選手まで同席して、うん、もう、メジャーリーグの球団が来てくれなわけでしょ。すごいや、見た、あの選手ですよね。あの空港のあの車、はいはいはい、大谷のね、ゼロ、はい、え、ナンバーあれ、大谷の背番号の、
車用意してんねんで。向かいの車が。すごい。すごい。すごい時代になったよな。まあ、いろいろなね、その日米での協定で、うん、お金の面に関してはね、うんうん、昔ほど大きなお金が動くような、最初はそうじゃないですか。松坂大輔ぐらいが一番ピークやったのかな。はい、ですよね。伊賀は。はい。はい、まあ、そこからだんだんこう、ダルビッシュぐらいからだんだんこう、下がってきてしまったかなと。うん、ちょっと下がってきて。はい。ただ、よくよく考えたら、やっぱり野茂英雄というね、はい、もうあれがね。はい。初めて海を渡ったわけですよね。うん、海を渡って、うん、まあ、その前には村上さんという南海の人がいたけど、はいねはいはい、実質やっぱり野茂がね、野茂、うん、はメジャー行きたくて行った人間じゃないからね、どこも行くとこは、はい、なくなって、はい、それならメジャーに挑戦するって言ったんだから、うんうん、それがここまで ね、切り開いて、もう、うん、太平洋を尻なし岩にした男や、言って。はい、そうやで、はい、俺の方が早いで、はい、抱いたのはだいぶ早いですね、しかもおうファンカンじゃねえとかまあでもそれはまあ可愛かった、はい、びっくりするぐらい可愛かった、はい、もう福井さんが言ってたもん、あのね、おしめ代いらへんって、コマーシャル出てたから、あ、そうおしめと送ってくるから、うん、ほんで金もうその時から稼いどるからほんで高校の時にあれヤングマガジン、はい、ミスヤングマガジンやって、はい、で大阪の福島の事務所やったのに、はい、で東京通い出してな、はい、もうあそこまで行ったもんな。高校生の時は結構あの大阪の、うん、高校の文化祭とか行ってたみたいですよ。ああそうやな、岸和さん。だって事務所が、うん、あの関西やったもん、はい、福島にあったもん。そうですね。でおばあちゃんがいつも付き添いでな、うん、あの奈良から通ってたもん。はい。で偶然やけど、その奈良の福石和江ちゃんの幼稚園行ってた幼稚園の理事長と俺仲良いね。可愛がってもらって。いろんなつながり、ありますね。可愛がってもらってて。ほんで、和江ちゃんの弟が、あの、あれや、弟かお兄ちゃんか。どっちやったろ。あの、甲子園でキャッチャーで。ほんで、はい、太一の後輩で。智弁学園。智弁学園で、甲子園で行って、キャッチャーで。こっち1メーター80、90近いんちゃうかな。キャッチャーで。うん、そうやで。ほんで、うん、この間ね、あの、ちょっと、たまたま俺も、奈良の、柏の幼稚園行って、おって、話してたら、はい、もう、弟もびっくりしてたもん。もう、お姉ちゃんのマンション遊びに行ったら、もう普通に福山雅治が、雅治がおると。そうですよね。普通。僕、未だに信用できへん。ほんで、ざわめいてたもん。はい、正月とか、はい、福山雅治が、ね、柏に帰ってくるのちゃう、来るのちゃうかな、言って。ですよね。おう。はあ。普通に、だから遊びに行ったら普通におるの。いや、だから市川さんもこれからそういう可能性あるわけですから。おう。誰くらいかな。どれやろうな、今でもね、うん、あの、年下の男とかもね、うん、結構多いやんか。はい、そうですね。結構年下の男性が、年上の女性を。じゃこの番組で募集しようかよ、はい、もうね。いいんですか、こんな番組お借りして。うん、いいやんか、うん、な。はい。ファックスでな、ファックスで。メールじゃなくてファックスなんですね。そうそうそう。ファックスじゃわ、メールやメール。ファックスだからさ。まあメールでね。メールでね。はい。メールで、あの、生年月日とな。はい。まあ、あの、履歴書とかみんな入れて、はい。まず書類審査の金村さんに行ってもらいました。書類で審査はしたらダメです。年収はどれぐらいからいきますか、はい、普通に生活できれば。今ね、プロ野球の契約公開でね。はい、ね、あの、ドーンと上がる人もいりゃ、今やもうドカーンと下がる人もね。多いですね。1億円以上下がるやつもゴロゴロいるもんな。25% はもはやもうね、意味がない。そうなってる、ね。昔だから 25% 以上下がるいうのがね、はい、大問題でしたね。川藤さんがそれを了承して、はい、あの、現役をやらせろ言って、ドーンと落ちて、はい、その次ぐらいちゃうか俺が。なるほど。50%。俺はもうだから高くくぐってたもん。うん、はい。あの、選手会長もやってたから、近鉄時代に、はい、うん。25でしっかりこう止められるだろうと。で、もう、星野さんの、その、担当の人から電話って、はい、監督はもういらん言うてると。もう大阪に帰れとか言うから。はい、いや、それなら、千さんの手で首にしてくれ、言ったら、うん、半分でええのか、言うから。はい、いやー知らんな、 25% でやのにな、下がんのは、思ったら。ほんなら、もう、入団発表しか俺、球団事務所行ったことなかったやんから。はい、どこで契約公開したもう、今池のピカイチいう中華料理屋に来てくれ。
それもなんかもう、そのな、はい、担当の方が、球団の、はい、その人もおたんやん、はい、また、この間パーティーで。ムカムカしてきてな。その当時思い出すわけですよ、ね。お金が悪い悪いって、はい、3、40分遅刻してきてな。はい、その間俺、大瓶ビール2本に餃子2人前に、結構食べて。結構進みました、ね。もうだから来た時にはちょっとふわっと来とるからな。はい、ごめんごめん、言って。契約書、もう 50% で。ほんまに 50% やんって。ほんで 50% サインして、はい、もうその後、ね、雑談みたいな、もう酔っ払ってるし。うわ、ほんで次の年、ね、まあ、元気取り戻したんやけど、出番がなく、はい、次の年は、名古屋球場最終年だった、はい。最終年ですね、はい、うん。ジャイアンツと優勝争いの、ね、はい、もう覚悟を決めて俺もう引退や思って、ね、はい、もう最終戦はね、もう引っ越して子供ら幼稚園入れてたしね、幼稚園の運動会やって。はい、ほんでどっちみち試合出えへんやろう思って運動会行ってたよ。あら、最後、長嶋さんの大ファンやったから、はい、もうこれでクビやろう思って俺、はい、インスタントカメラいっぱい持って行って、はい、もう練習からずっとミスターを盗撮してたんや。マジで。ほんならね、試合前にね、はい、コールズというね、はい、3割30本90打点の1番バッター、はい、あの人がね、爪剥がれたんや、練習で。はい、おう、ほんならもう急にね、はい、コーチらは、種田行くとかなんか言ってたんやけど、はいはい、星野さんが、急にやで、俺、はい、よくよく考えたら1ヶ月半ぐらい試合出てへんねんで。はい、ほんで、朝から幼稚園の運動会行っとんねん。はい、ほんで、練習もお前、はい、そこそこに、最後、最終戦やから、はいはい、長嶋さん、長嶋さんいっぱい写真撮ってやで。プロ野球人生の思い出に。思い出に。ほんだ急に、芝のヘッドが、はい、ダーロッカー降りてきて、はい、監督が親指立てて、これが、はい、金行くぞ、言って。どこ行くんかな思ったら、先発やって。すごいですね。だからね、もう異様な雰囲気やったけどね、はい、その前、その前の前の年がすごい 10.8 で視聴率最高の、はい、その明る年行ってるから、俺な。はい、ほんだら、もうそのね、緊張する暇もないね。うん、もう、覚悟決めてたから、もう引退や、思って、はい、あ、クビや、思って、うん。で、子供に電話して、はい、今日、最終戦お父さんの野球先発やから、はい、子供らみんな見さしといてくれって、はい、目に焼き付けといてくれって言うて、はい、嫁に電話して、はい、試合開始やった。はあ、あんなやっぱりね、練習ばっかりしてたからね、はい、体切れとったな。はい、誰からやったかな、宮本やったかな、はい。左ピッチャーですか、ね、宮本から同点タイムリー打って、はい、これ。で、2打席目、木田が中継ぎ出てきて、はい、木田からフォアボール選んで、はい、二塁ランナーいて、最後川口さんが出てくるはずのゲームやから、はいはい、よし、川口の時には行ってやる、思ってたら、はいはい、セカンドランナー行ったら帰ってこう、言われて、ダイソー、ピンチランナー。あれ終わってもた、思って。で、その後、はい、何の緊張もなかったよ。はい、その後、ずーっとまた、はい、インスタントカメラで。ミスターと、時玉星野さんの横が映して、燃えてるから、こう気づかへんしやんな。ほんで、そこでやっぱり当然のように負けてしもってね。はい、長嶋さんの胴上げを見て、なるほど、名古屋球場最終、はい、また感動する星野さんのスピーチ。はい、かぁ、すごかったね、あの方は。うん、もう、すごいね。もう政治家になっても俺ね、はい、うん、総理までいけるんちゃうかなという言葉の力がある。はい、やっぱこう、スピーチで人を引きつけるわけですよね。そう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 。で、まあまあ、行動もね、厳しく、激しく、そして温かくみたいなところが、はい、ものすごいメリハリがあって、うん、必ず監督になったら2年か3年で優勝さすやろ、チームを。はい、1回目のドラゴンズ、はい、あの時、星野さんは39で監督したからね。うん、で、2回目の監督の時は俺が NHK から行く時に僕も、はい、先行って、で、3回目の時に阪神。阪神ですね。で、楽天。阪神の時は覚えてるわ、はい。もうその時は僕ね、解説者になってたからね、はい、もうあれだけ、そのね、年俸も下がって、ね、辞めた時、仕事もない時、うん、いつ電話してくれんねやろとか待ってても、はいはい、なかったけど。困ったいつでも電話してこいって、はい、電話番号教えてくれよ。かけられない。かけられへんやんかって。誰に聞くんって。それでもね、はい、こっちやったかくね、俺の仕事は
全部あの東京でもねインタビューとかね何でも引き受けてくれて、困ったいつでも電話しごいって、はい、うん、まだいつなったほしい、まだ分からないですか、うん、まだ分からない多分これは分からないですね、分からないまま、はいはい、俺も死んでいくやろな、はい、で一回あの軽井沢でね夏ね、はい、俺奥さん連れてゴルフのなんか試合で俺行ってたん、太平洋のね、はいはい、ほんで大渋滞するから東京帰るのに、そうで軽井沢で、はい、うん、で女房と、はい、もうあの渋滞嫌やから、はい、もうゆっくりしようって風呂入って、はいはい、なんかあの星のリゾートみたいなところがあんね、はい、おしゃれな、はい、で暗闇のところのね、はい、そこで飯食って、はい、でお酒飲めないし、はい、ノンアルコールで、はい、もう、ま、夏やで、時間潰してたら、うわ前から恐ろしいような黒高級中華から出てきた団体さんがいて、はい、スリッパで、はい、これやっぱりどこどこの大親分かな思ったら星野さんやって、うん、うわうがねえ言ったら娘さんとかな、はいはい、娘さんの旦那とか、はいはい、でこうこうこう話してゴルフのあれでって優雅やの言われてほんで女房にどっちが優雅じゃんとか言いながら別荘あるんですか言ったら売ったのか言ってすごいすごいよですね、うん、まあ納得したね、あれだけやっぱりみんながね、はい、だね普通来おへんよ、うんうん、千人も、そうですよね、うん、東京1100関西も千何百、はい、普通来おへんよね、うん、すごいことですね、すごい千人超えるってすごい、うん、もうだって星野さんの代わりって三沢さんが初の衆議院議員になったからね、はい、名古屋で、はい、うん、参議院議員は江本さんもおるし、はいはい、衆議院議員初めてやからね、うん、星野さんのだからあの人はあの若い選手でもみんなそのね厳しく接したけども、あの付き合ってるやつは相談に来たら就職世話したったりね、はい、うん、自分がねやっぱりこう面倒見が良かったりとか、そうそういろいろあるわけですね、うん、で阪神の時も、はい、うちの女房でも、はい、あの誕生日、うん、ね、奥さんに、ね、胡蝶蘭が届く、いろいろとね贈り物をされる、いつもありがとう星野誠一、もう女房なんかもう完璧に参ったするわな、はい、あんた星野さんのためにもっとバットを振りなさいとかそれが一番こうね旦那さんを動かす力になるわけですよね、そうそう、あの今岡でもな、はい、人が変わったように打ちまくったもんな、うん、あの甲子園の時な、はい、うん、鳥谷はもうね、はい、まあ5年契約ですからね。5年契約やからね。はい。の3年目が終わったということですね。すごいな。ええー。あの本人はですね、うん、まあ日本一という言葉もありましたが、はい、あのレギュラーという感覚はもうないですと。おお。はい。悪ければ試合に出られない立場だと思っているので、うん、まあまあ、あの、調子が悪ければ出られないっていうのもね、もちろん、うん、あるので、レギュラーという感覚ではないですね、と。で、まあ、何歳までできるかはわからないけれども、まあ、確実にこの野球人生の終わりに近づいていると、うん、はい、いう年齢なので、まあ、もちろん優勝したい気持ちは強いけれども、うん、まあまあ、とにかく、まあ、勝利につながる、自分のプレーをしていきたいと。なるほどな。はい。でも、ゴールデン、ダイヤモンド